世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストとして掲げております。ハイタカと申します。今回はですね、まずはこちらをご覧ください。というわけで、非破壊オブジェクトと新武器両手剣ですね。こいつらが新しい要素として見た目的にもね、だいぶわかりやすいと思うので、こいつらを中心に今回もゲーム制作の進捗共有ですね、やっていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。まずは非破壊オブジェクトの仕様からね、さらっと紹介していこうと思うんですけど、とりあえず攻撃判定がぶつかると壊れます。なので通常攻撃とかアーツでも壊すことができますね。それからもう一つ別条件として、他のオブジェクトが一定以上のスピードで衝突してきた時にも破壊が起こるようになっております。なので例えば攻撃判定がついてないステップだったりとか、ジャンプ、それからダッシュなんかも一応ね、その一定の速度以上のアクションに当たるので、こんな感じで木箱を破壊しながらダッシュすることができるようになっております。ちなみにダッシュを行わない、いわゆるジョグの速度の場合は、一定の速度を下回っているので、ジョグでは破壊することができないという、そんないい感じの塩梅になっておりますね。で、こういった非破壊オブジェクトなんですが、まあ他のゲームでもね、よくあるオブジェクトですよね。こういったオブジェクトを配置する意図としては、まず最初に思いつくのは、こういった木箱の中とか裏とかにね、アイテムが隠されてる。だったりとか、木箱の裏に敵がね、こうかがんで隠れて待ち伏せしてるみたいな、何かを隠す、見つけづらくするという、そんなシチュエーションを実現するためにね、こういったオブジェクトを作成するといった場合が思い浮かぶかと思います。何かがあったりなかったりする、だからこそ注意深く探検しようねっていう風なゲームプレイに導いていくことができるっていうメリットがありますね。エルデンリングなんかはこの手の非破壊オブジェクトの使い方すごい上手いですよね。そしてもう一つ、そもそも画面の視覚的情報量を圧倒的に増やすことができるという点も挙げられるかと思います。このゲームのフィールドマップに関してなんですけど、東京ゲームショウとかでもね、お客さんにフィードバックいただいた点ではあるんですが、マップがね、ちょっと寂しいというか殺風景がちという弱点があるんですけれども、そういった点を解消するためにもこの非破壊オブジェクトは非常に有効になってくるかと思います。やはりフィールド上ではね、戦闘が多発しますので、一定以上の広さを確保していきたいっていう場合が多々あるんですけれども、そういった場合にもね、非破壊オブジェクトはアクションがぶち当たれば勝手に壊れてなくなってくれるので、戦闘スペースを圧迫せずにマップ上にたくさんのオブジェクトを配置してですね、視覚的な情報量を上げていくということができるようになっております。ただそのためにはですね、この非破壊オブジェクトの種類ですね、もうたくさん必要になってきますので、今回ね、ちょっとテスト実装的な感じで、とりあえず最初の一個として木箱作ってみたんですけど、これももう少しですね、種類を増やして、で、一度作ってしまえばね、もうあとは配置していくだけっていうことで、結構費用対効果も割といいんですよね。前々から実装してみたかった要素の一つなんですが、今週ですね、最初の一つがうまく実装できましたので、共有させていただきました。続いては新武器両手剣の紹介です。こちらですね、昔の動画でね、よく背中に背負ってたりとかして、見た目だけはね、すでに登場してたんですが、今回ちゃんとですね、戦闘でも使えるように一通りのアクションを揃えた状態でお見せするのは今回が初になります。ただとりあえずね、アクション揃えただけなので、まだフレームの調整とかそういった深いところまでは手が回ってませんので、おそらくね、この武器探せば即死コンボとかが山のように見つかると思います。なので今回はそういったところはあえて使わずにね、ちゃんとある程度調整できているアクションなんかを中心に、両手剣の醍醐味をですね、ちょっと共有していこうと思います。まずですね、この両手剣も片手剣と同様にいろいろな技を使うことができるんですが、そうですね、最初はまだ何もスキルを取得してない時、初期状態から使える技から見ていきましょうか。まず四角ボタン、即撃で出すことができる通常攻撃ですね。右、左と順番に投げ払っていく感じです。右からの側撃当てた場合は、左からの側撃もチェイン、砂上連撃になります。続いて三角ボタン、銃撃ですね。こちらはちょっと変わったアクションになっていまして、両手剣を下手に構えたまま左肩でタックルを行います。こいつの性質としては、左肩がね、前方に出ている時にこのアクションを行うと、素早くキャンセルして繋ぐことができるという形になっています。なので先ほどの側撃の左から切るバージョンのやつですね。これ攻撃モーション後に左肩がちょうど前に出てますので、四角四角三角なんていう順番で攻撃をつないでいくと、砂上連撃としてね、相手に連続ヒットさせることができます。初期状態で使える技としては、他にもダッシュ攻撃、これね、めちゃくちゃ強いです。とんでもないリーチで敵の間合い外から殴ることができますね。あとはジャンプ攻撃なんかも、もう単純にね、重たい武器での落下攻撃なので、結構強めにパラメータを設定しています。そしてスキル取得によってね、解放される技をちょっといくつかご紹介したいんですが、
まず縦切りからいきましょうか。方向スティックを上に倒しながらの四角ボタンですね。発生がねかなり遅めの技なんですが、当てるとね非常にダメージが高いという感じになっています。そしてこいつの特筆すべき点としては、タックルからねつなげて出すことで素早く硬直をキャンセルしてつなぐことができるようになっています。なので先ほどご紹介した基本コンボ、四角四角三角の後にこの叩きつけを出してやれば最高火力コンボが更新ですね。個人的にこういった両手剣って薙ぎ払い系の攻撃よりも縦振りとか叩きつけみたいな攻撃にちょっと魅力を感じるので、今回ねこういった縦振り系の攻撃が柱となっていくようなそんな感じの武器に仕上げてあります。でさらにこの後ですね、こちらもスキル習得で獲得できる技なんですが、方向スティックを上に倒しながら三角ボタン、銃撃ボタンで回転からの叩きつけ、これも縦振りですねの攻撃を獲得することができます。こいつもですね、縦振りから出すことによって硬直をキャンセルして素早く出せるという特性がありますので、さらに火力が伸びましたね。四角四角三角、上四角上三角、もうこの辺まで来ると爽快感がだいぶ上がってきましたね。エフェクトもね、上四角より上三角の方がちょっと派手なエフェクトつけてたりするので、もうドカンドカンとね敵をぶったたいていくというような感じの武器に仕上がっております。実際に戦闘の流れの中でこのコンボを見ていくと、まずジャストパリーからやった場合はこんな感じ。で、敵の大技を見切った時ですね、歩き、ジョグだけで紙一重でね、敵の攻撃を1でかわした後なんかに、下プラス三角ボタンのすくい上げる銃撃、こいつから入るとね、火力がより伸びます。といった感じでかなりパワフルな見た目になってるかなと思います。でさっきお見せしたジャストパリーなんですけど、この両手剣ですね、ガードするときにちょっと持ち手がね通常の待機モーション中とかと違う位置になってるんですよね。実はこの辺をねちょっと見た目に違和感が出ないように、ガードする瞬間とかパリーする瞬間にこう武器のアタッチポイントをねさっとずらして実装してるんですけれども、その辺がねかなり、骨の折れる作業だったというか、なんとかこう製品版に入れても問題ないような見た目っていうところまでは持ってこれたかなと思ってるんですが、このゲームはね通常パリめちゃくちゃ重要になってくるアクションなので、こういったね両手持ち系の武器でも、しっかりとね基礎アクション共通のシステムになってる部分は片手剣と同じようにアクションできるようになっております。続いて前回の動画でもねちょっとお見せしてたんですが、イスツキトロルの変異がめちゃくちゃ進んだバージョン、こいつねボスとして登場予定なんですが、こちらもかなりね動くようになってるのでちょっと紹介していこうと思います。まず通常のイスツキトロルと違って武器を手にしてますね。設定的にはねもともとメイナスだった人が、白名側の人体実験によってこのような姿になってしまったというようなバックボーンがあります。なので武器の扱いとかも結構うまいですね。イスツキはその名の通りですね、体の内部から石が生えてきてこう皮膚を突き破ってね表面に出てきてしまうというような症状を持っているんですが、このボス個体に関してはですね、それがもう極限まで進みすぎてしまって、肩とか左腕とかにねちょっと小さめの血髪みたいなものがもうね生えてきてしまっているという状態です。これらの石の部分に関してはですね、非常に高いエネルギー増幅させるような砲台的な役割も果たしておりまして、こういった叩きつけの後にね石の部分からエネルギー弾が飛んできたりとか、あと左手による攻撃に関してはこちらね武器は持っていないんですが、エネルギー系の近接攻撃ということで、意外と左手の攻撃もかなりケアしないといけないようなそんな感じのバトルデザインになっています。あとはこいつは通常の人型サイズの敵たちとは違って常時スーパーアーマーというものを採用していますので、基本的にはですねスタミナを削り切ってスーパーアーマーを解除してから、痛いコンボ叩き込んで最後にアーツそして血罰をお見舞いしてやるというような流れが非常に有効になってきます。一応このゲームの特色としてね、人型の敵であれば例えばボス敵であっても攻撃モーション中以外に殴ることができればしっかりとねひるんでくれて、そこからしかも砂上連撃でちゃんと火力を取れるというようなちょっと格ゲーっぽいねニュアンスが入っているのが特徴だったりするんですが、この異質機トロルボス個体に関してはあえてね常時スーパーアーマーを採用することで、人型か大型かでねちょっとその辺のバトルの毛色が変わってくるので、それに合わせてねプレイヤーの皆さんは戦い方を変えてもらったり、それこそね武器を切り替えたりしてもいいかもしれません。いろいろな戦い方をね模索して楽しんでほしいなと思います。じゃあここからはですね、前回動画についてはコメントの紹介やっていこうと思うんですが、今回はですねちょっと一件だけご紹介させてもらって、それに関してねじっくり考察していこうかなと思います。ではこちらです。インジケーターで方向判断することに慣れたからってそれを外してもうまくやれるようになってるのかな、
まあ武士道ブレードライクのダイバイザブレードでも初期設定ではインジケーター付きだから方向判断が重要なゲームではこれつけるしかないのかな、点点点ということで、これ以外にもですね、そのインジケーター関連に関するまあいろいろな意見がねたくさん来てました。結構ポジティブ寄りの人もいればネガティブ寄りの人もいるという感じで、これですね、ちょっと僕の前回動画での説明の仕方がね少し悪かったっていう問題もねちょっとあるかなと思ってて、インジケーター、まあね、補助輪なんていう言い方もしてましたけど、補助輪をつけたい理由として、ジャストパリ、つまり敵の攻撃方向を見る、方向を判断するっていうことが難しいから補助輪をつけたい。ではなくて、正確に言うと、ジャストパリの仕組みを理解するのが難しいから補助輪をつけたいっていうのが僕の考えなんですね。これめちゃくちゃややこしいというか似てるんで、ちょっともう一回言うんですけど、ジャストパリが難しいからインジケーターを実装したい。ではなくて、ジャストパリの仕組みを理解するのが難しいからインジケーターをつけたいです。これちょっと詳しく説明していくと、まず前者、ジャストパリが難しいからインジケーターが必要っていうのは、例えるならフォーオナーとかもこっち寄りのゲームですよね。UBI ソフトがね、昔発売した方向属性っていう要素がある、まあ、対人 PVP 向けのコンテンツがメインになってるゲームがあったんですけど、あのゲームはですね、通常ガードにすら方向の指定が必要なんですよね。つまり敵の攻撃方向をちゃんと見れていないと、通常ガードすることすらできない。方向が合ってないともう被弾しちゃうんですよね。だからこそインジケーターがついてたんですよね。あのゲームではちょっとインジケーターを消すっていうような選択は絶対行えないと思うんですけど、今回ですね、千葉津を TGS に出展して、まあいろいろフィードバックをね、いただいて思った問題点っていうのは、ジャストパリの仕組み、最初の一歩ですね。チュートリアルで敵の攻撃方向にスティックを倒しながらパリボタンを押すとジャストパリできますよっていうこのチュートリアルが伝わりづらい、わかりづらいっていうことがあくまで問題であって、ジャストパリ自体の難易度、敵の白く光る攻撃をね、ジャストパリしようっていうゲーム性になってるんですけど、その白の攻撃自体をしっかり見て方向を判断するっていうところの難しさは別に問題ないっていうふうに思ってるんですね。これはその TGS でね、ジャストパリの仕組み自体は理解できてるであろう人のプレイング、プレイ画面を見させてもらって、そういう風に感じたっていうのもありますし、ただね、それだけだと弱いと思うんですよ。だってそれってね、ただゲームが上手い人、初見のゲームとかもうまくプレイできちゃうような人がたまたまジャストパリうまくやってただけなんじゃないのっていうこともあり得ると思うんで、それだけだとね、ジャストパリの難易度自体は問題ではないって言い切るには弱いと思うんですけど、そもそもですね、この千葉津っていうゲーム、ジャストパリー自体は別にミスっても大丈夫なような設計で作ってあるんですよ。さっきも言ったように、このジャストパリーの対応技、白く光る攻撃についてなんですが、これ、ね、別に実はジャストパリーできなくても普通にガードできるんですよね。ただガードした時のスタミナ削りがね、普通の攻撃とかよりもかなり大きめなので、毎回ガードしちゃうとちょっときつくなってくるよね。で、そのうちダメージに変わっていって死んじゃうよね。っていう風な塩梅になってるので、つまりその敵の動き、技のモーションを見てしっかり方向を合わせるっていうことが、まあ、ある程度難しいことである、他のゲームではあまり要求されないようなちょっと難しめな操作であるっていうことはもう理解した上で、それを組み込んでシステムを作ってるんですよね。なので今後 Steam とかでね、製品版を発売してジャストパリが難しすぎるっていう声がもしあったとしても、それはインジケーターを実装して改善するのではなくて、例えば白攻撃をガードしてしまった時のスタミナ削り量をもう少し下げるだったりとか、ジャストパリーに必要な方向入力の正確さ、プラスマイナスで今60度ずつ、つまり120度の誤差を許容しているので、そもそも現時点でね、かなりジャストパリーの操作って実は仕組みさえ理解してればすげえ簡単なんですよ、ね、っていうのがあるんですけど、まあそれをさらにね、プラスマイナス90度、合計180度まで誤差を許容する設定にするとか、そもそもジャストパリーの受付フレームを長くするとか、そういったところで難易度っていうのは調整すべきであって、あくまで今問題となっているのは、ジャストパリの最初の一歩ですよね。仕組みを理解するっていうところに障壁があると。それをですね、改善するためにインジケーターを実装しようっていう風な結論にね、前回の動画ではなってたと思うんですが、ちょっとね、これは間違ってたかもしれないですね。インジケーターって聞くと、やっぱりフォーナーのようなね、そもそもの難易度低下のためにつけるべきものであって、あまり仕組みを理解してもらうために一時的に使うみたいなことは、ちょっと向いてないのかなと思ったんですよね。
やっぱどうしてもね、最初インジケーターついてるとそれに慣れてしまってね、敵のモーションは見ない、そのインジケーターをガン見して敵のモーションは見ないっていう風なプレイングの方へちょっと誘導してしまいそうな気もしますし、そもそも自分の作りたかったゲーム、まあ、敵の動きをしっかり見て右から切ることに意味がある、左から切ることに意味がある、そういう風な自分の目指しているゲームからもこの説明のためだけにインジケーターを作ってしまうっていうのはちょっとね違うというか、逆に遠ざかってしまうような気がしたんですよね。さっきも言った通り、やっぱ一番伝わりづらいのって右から攻撃した時に右に方向スティックを入れるっていうところなんですよね。自分から見て右と敵から見て右って逆方向じゃないですか。そういったなんか左右の概念を説明するのって結構難しかったりするんですよね。上と下って結構説明しやすいんですよ。自分から見た上も敵から見た上も同じ方向だし、下に関してもそうですよね。っていうことで、この左右の概念をちゃんと取りこぼしなく伝えて、成功体験を1度、まあ2度3度と積ませてあげれば、もう正直システムに関しては理解できると思うんですよね。TGS でも結局チュートリアルのタイミングでは理解できてなくて、ボス戦の途中でね、あのボスが白攻撃を結構たくさん使ってくるような行動パターンになってたので、まあそこで試行錯誤してるうちに完全に理解したといったお声が多かったので、その理解したシステムっていうのはもちろんね、これゲーム開始時点からラスボス戦に至るまでもうずっとこのルールって変わらないんですよ。白攻撃に対して方向を合わせてパリーボタン、一度理解してしまえばね、これめちゃくちゃ単純だし、方向入力もね120度まで誤差許容してるぐらいガバガバなんで、その理解する、分かるっていうところまでいければね、あとはそれこそ他の部分でさっきも言ったように難易度調整っていうのは別のやり方でねアプローチしていくことができるので、まあ、まとめるとジャストパリの仕組みを理解してもらうためだけにインジケーターをつけてしまう、しかもそのインジケーターを消すかどうかはプレイヤー次第、スキルによって消せるようにするみたいなやり方をするのはちょっとね考え直した結果やらない方がいいかなというふうに現状では考えています。まあ、今回このお話を聞いてね、さらに皆さんからのご意見とかもあると思うので、そういったコメントとかも読ませていただいて、またね考えを固めていきたいなというふうに思います。それでは今回ここまでとなります。また来週もよろしくお願いします。